主宮甲子内親王教法12年10月6日は、江戸時代初期の皇族、小水野ノ天皇の第八王女、臨宮寺会期、豪波小山本洋、元洋内親王、臨宮寺宮と表記されることもある。後に、甲子内親王となる主宮は、小水野ノ天皇と、女海串毛、高子の御子として、イボ姉名称天皇の御世に生まれる。 五彩天皇をはじめとした七人の同母兄弟がおり、異母兄弟は、名称、五光明、霊元の三天皇を含む二十三人の大家族であった。女官を聖母として生まれた主宮は本来であれば、他の多くの,官の女官薔薇の御子を同じく、内心の宣言を受けることもなく、ビクニ御所で生涯を終えるのが通例であったが、1638年に、父三角の中宮の 徳川和子の幼女となり、内親王宣言を受け越し内親王の名を賜った。時期は不明であるが、養母東北門院の勧めにより、四大将軍、徳川家綱との縁談が持ち上がったこともあるという。しかしながら、公家と武家の通婚や養子縁組を良しとしなかった父三角小水の天皇の反対によりこの縁談は成立することはなかった。その後、 内親王に縁談はなく、生涯を独身で過ごした。小水のお天皇は、多くの女官たちとの間に、多数の未婚女を成したが、東福門院と女官諸生の未婚女とは、仲が良く、また、母が異なる、未婚女同士も、非常に良好な関係であった。小水の院と、東福門院をはじめ、兄弟たち、院の兄弟、旧知の公家、助官などとたびたび集まり、 信仰を深めたという。内親王もこれによく参加し遊びや文芸などを楽しんだ。多くの兄弟姉妹中で幼い頃から聡明であった内親王は、いぼいモーとである常子内親王とともに父みかより特別に長愛されたという。なお、仙台藩三代藩主、伊達綱宗は母方のいとこである。父みかどごみ天皇が大爆州の庇護に務めたこともあり、 内親王も、幼少の頃より、高僧の法話に聞き入り仏教への神話を深めていった。1665年には、大幕州の流刑聖戦により、菩薩式を受け、道合、照山、法意味な元用の号を受ける。1680年には、父、小水の法王が崩御し、遺言により、内親王は、治療三百国が与えられた。その二ヶ月後に、 大覚寺に入寺し、天竜寺の蒼天街の下で停発し、佐賀はじめ東安に優勢した。2年後の1682年には修学院村に臨休寺を建立し、会期となった。父御門の生前、内親王は修学院離宮内に別殿を賜って、楽多田県と称しており、この主宮御所を寺に改め臨休寺とした。客殿は、養母東福門院の旧御所を移築したものである。 聖牧主義、高子の亡き後、孔子内親王は寺を出ることはなく、経典の読み歌いや写教をして過ごした。また、捨て子を引き取り養育したという。1707年に、伊伯帝、霊元天皇の三子亀宮が臨宮寺に入ると、不問院と孔子隠居した。孔子内親王は1727年に94歳の、高齢で亡くなった。時の天皇は、中天皇であり、 内親王は六代の天皇のお世を生きたこととなる。当代一級の文化人であった、ご水の天皇を父に、芸術と文化のパトロンであった、東福門院を養母に持ち、官営文化が花開いた時代に育った内親王も、また、和歌や書、絵画に優れた才能を残した人であった。特に、絵画は、かの安信と仮の葉を学んだ、大幕衆の拓報同行に手ほどきを受け、 多数の作品を残した。自画像と、父御水の天皇の肖像画2点、課長図などが残されているが、残された作品の多くは修行の一環としての観音像を描いたものである。1000点以上の観音像を描き、3000点という式美容観音像を作り、段階や自社がこれを求めたという。三巻の大師加田だ二2の戦術がある。元広皇旗、綱奈聖母は、 高カ子の姉妹会姫。一説もあり、徳川三木門跡は、道母帝、精神法神脳、観音図、憲本牧画ロサンゼルスカウンティビ術ツカなど、四鬼の葉を乾燥させ、その上に、聖合や経典を書いたものを粉にして、香料やニ皮などと混ぜ合わせて、型に入れたもの。ありがとうございます。